はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。ついにウォークライデッキ最強となってしまいました。11期最強の名を欲しいがままにしているこのテーマなんですが、本日の、主役ご紹介しましょう。ウォークライミディアムさんです。このカードめちゃくちゃ強いですね。特殊召喚されたモンスターが相手のフィールド上に存在していて、自分のフィールドにレベル7以上のウォークライモンスターが存在する限り、お互いのメインフェーズ1の間お互いにフィールドのモンスターの効果を発動できない。つえメインフェーズ1の間なんかスキルドレイン的な若干ね、まあちょっと違うけど、そんな感じの効果になってるんですよね。で、自分のメインフェーズにデッキからウォークライミディアム以外のウォークライ魔法トラップカードをセットすることもできる。強すぎる。なんで強いんだこのカードを使って今日はね、戦っていきましょう。ウォークライミディアムっていう、この効果のこの発動条件がレベル7以上のウォークライが盤面にいないといけないんですよ。で、先行一ターン目でウォークライってでかいモンスター並べるのちょっと苦手なんですよね。一応ザ・ロックウォークライで何でもサーチはできるんですけど、出すときってバトルフェーズじゃないと出せないっていうなんかクソみたいな効果してるんですよ。最強なんだけど、このカード2番目 の, そのバトルフェーズの時にしか発動できないみたいなクソみたいな効果だから、だから、今日はね、メインフェーズ1の間にもすぐ出せるようにモンスターをしてまして、まず1枚目、バーバリアン05、このモンスターはリリースしてると手札から戦速レベル8モンスターを出せるっていう効果があるので、これでバシレオスを出していきます。はい、バシレオスで、もう1枚、このカード知ってる？スターブラストこれね、デュエルリンクスっていうゲームではね、なんかリミット1になったこともある、ちょ今わかんないけど、何になってるか、リミット1になったこともあるぶっ壊れカードでございまして、500の倍数のライフ払うと、自分の手札のモンスターのレベルを下げることができるんですよ。500ポイントにつき1つ。というわけで、上級モンスターをレベル4にしてポン出しすることができるんですね。はい、これで、バシレオスのレベルを4つ下げて、レベル4にして、こいつを普通に通常召喚していきます。何が強いかっていうと、増殖する G とか全然踏まないですよ。増殖する G とか、春、うららとか、そういう余計なカード踏まないですね。最初はなんか、イゾルデとか使って、なんか、バーバリアン05をリクルートしてきて、展開してるみたいなことをしてたんですけど、まあ、誘発よく踏むんですよね。まあ、そんなことするんだったら、もう、もはやスタープラストで、展開した方が、なんか、いいんじゃないかっていう話があって、で、こことここで、これ出して、で、これ貼ってビートしていくっていう。まあ、そんな感じですね。で、一応、名誉、ウォークライモンスターであるデストロイ・フェニックス・ガイ君、これは一応入ってます。はい。このぐらいを許してくださいで、一応ランク4はまあ、並びやすいっちゃ並びやすいので、ランク4モンスターがいっぱい入ってる感じですかね。はい。で、一応これだけだとさすがに本当ゴミみたいな弱さなんですよ。ああ弱さじゃないわ、まあ可愛い感じになっちゃうんで、なんで、あれです、サモンリミッターっていうカードと、群雄割拠っていうカードと、御前試合っていうカード、まあこの実質ウォークライカードって言われてるこの3種類ですね、これを使って相手の展開を抑制していくと、まあそんな感じです。はい、ちなみに高校は捨てました先行にガンブレしてます。デュエル3倍スターブラスト来て草このカードふざけて入れたけどめっちゃ強いんだよな。増殖する時踏まれんし The Rock of Warcry とかいう最強カードを発動するぜ。ウォークライモンスターを手札にから、あ、手札に加えることができるぜ。誰？お前やっていいこと悪いことあるだろう。くっそ。いやでもクソカードあるから、クソカード2枚でなんとかできるだろこれ。はい。でこれでエンドですね。ミディアムが無限にザ・ロック・オブ・ウォークライを毎ターン供給できるんで、実質毎ターン毎ターンアドバンテージを稼いでくれるカード、そしてトラップカード、ウォークライ・ザ・サモン・リミッターとウォークライ・ザ・割拠・オブ・群雄っていうカードがありまして、これによって相手の展開を完封できる可能性が高いです。はい、 OK、 いいよ、いいじゃん。これ群雄割拠打ったらやばいんじゃね相手お前さ、フィールド上のモンスター悪魔族のみで頼むわ。いやこれ現場デッキってことないでしょ。今この段階だったら絶対スプライトだから、絶対スプライトだから、この群雄かけたらめちゃくちゃ辛いと思う。多分もうスプライト特殊化できませんからね一切。はい、まあ現場2体は出せるけど、でここで絶望のサモンリミッタークソゲーで草クソゲーで草なんだが
クソゲーで腐らんだかマジで。このサモンリミッターとかいうカードなんて許されてんのこれ。でウォークライミディアムの効果を発動するぜ、ザ・ロック・オブ・ウォークライをデッキからセットし、そしてザ・ロック・オブ・ウォークライを発動。ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果により、ロック・オブ・ウォークライモンスターを手札に加えることができる。もちろんウォークライバシリオスだ。ちなみにレベル8のね、ウォークライってこいつくらいしかいないんで、スターブラスト出さなくてもいいからバトルフェーズだな。これバトルフェーズ入って、そしてザ・ロック・オブ・ウォークライの効果を発動。ザ・ロック・オブ・ウォークライは手札からウォークライモンスター1体をバトルフェーズ開始に出すという効果。あらあらウォークライバシリオス行け。うおフォティアの攻撃が通ってしまった場合、さらにもう1枚なにだーにいいだろう、そのぐらいは許してやるぜ。さあどうする。ああ活況ね。あなるほどね、なるほど、活況いいだろう活況、まあでもサモンリミッターのかもう活況もどっちもきついと思うけどね。相手どっちかっていうとサモンリミッターの方が辛いんじゃない、あのデッキ多分。大丈夫それ合ってた。もう一回バシリオス持ってくる説ある。バシリオス持ってきてスターブラストで出す説あるね。一応ミディアムあると、ちなみに相手のメインフェーズ1の間モンスター効果発動できなくなるんで、完全にフィールドのマジやばいんですけど、これは、打点200アップは発動した方がいいか。ダメージはでかくなるな。で200アップ、はい3100ダメージ、おるるるしゃメインツ。そしてスターブラストを発動。スターブラストの効果により自分の手札のモンスターのレベルを払ったライフ分だけ下げることができるぜ。俺は2000ポイントもの大ダメージを食らい、手札のウォークライバシリオスのレベルを4つ下げる。つまりこのモンスターは通常召喚でできるようになるのさ。いけさあかかってこいよくそくそゲーすぎる。ちなみにウォークライミディアムが存在しているため、お互いにメインフェーズ1の間フィールドのモンスターの効果発動できない。そう、もちろんバトルフェーズに入るしかないぜ。相手は効果を発動できないからな。ちなみにサモンリミッターによって召喚、特殊召喚、判定召喚は一旦に2回までとなる。勝ったな強すぎ強すぎなんだけど、これこうだろさあ暗黒の将来心をゲームから除外することにより、お前は暗黒の将来心を墓地から特殊召喚することができない。何がスプライトだ、もう完全に炭酸が抜けてるぜ。ウォークライバシレオス様のお腹の足しにもならないぜ。ドロー強えあれこれもしかしてウォークライ強くね。おちょっとおこれもう強いだろこれ。ウォークライもうもはやこうなってきたらウォークライ最強ってことでいいか。11期最強ってことでいい。デッキからカードを、特定のカードを1枚手札に加えるぜ。ウォークライメテオラゴンだぜ。そしてもちろんバトルフェーズ開始時にウォークライを出すことができるぜ。いけウォークライメテオラゴン召喚ムービーバシレオスクにも作ってほしかったですけどね。さあメテオラゴンで攻撃、スプライトジェット残念だったな。さあフォティアの効果を発動するぜ。ウォークライカードを1枚手札に加えることができる。もちろんここで加えるのはウォークライディグニティ。このカードはバトルフェル中の魔法トラップカードの効果、モンスター効果を無効にすることができる。いけメテオラゴンの効果発動。このターン、ウォークライモンスターがめちゃくちゃ打点をアップするぜ。うおー鬼強化、うおー鬼強化つーやばい、くっそ強かった、くっそ強かった。来たぜバーバリアン05バーバリアン05とかいう誰やねんカード活躍させんの多分俺ぐらいだな。これウォークライミディアムの効果を発動するぜ。ウォークライミディアムの効果によりウォークライカードを1枚を手札に加える、セットすることができる、フィールドに。そしてザ・ロック・オブ・ウォークライを発動。ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果により、ウォークライモンスター1体を手札に加えることができる。そして手札よりバーバリアン05を召喚。バーバリアン05の効果、自分をリリースすると手札から戦速レベル8モンスター対応特別召喚できる。やってること昭和なんだけど、カイバーマンみたいな効果してるんですよねこれ。
弱え弱えけど。こちらにミディアムの効果で相手はメインフィール中に効果を発動、モンスター効果をフィールドで発動することはできない。あまりにも強いぜ。そしてウォークライディグニティの効果により、なんかモンスター効果を一応無効にすることができるぜ。1回合剣だと。合剣なんだ、ルーンか、やめてくれルーンは。ああちげえわこれ、あれだ、不安だ、なるほど、外調だ、大丈夫だ。外調は結構なんか言うて群雄割拠全然効かねえじゃん。まあでもメインフェーズで効果発動できないので、なんかバシリオスが突破される未来はあんまない気がするけどな。バトルフェーズ拮抗だけマジでやめろ。いや拮抗きついぞ、あぶねえ、こった。拮抗勝負とか普通にバック除去とかめっちゃきついんですよねこのデッキ。はい、世界終わるんで地図ね、いいよ。いやこれ群雄割拠ミリも刺さらん、これゼロミリ刺さりだこれ、やばすぎる。ですね、まあ、これディグニティの効果で一応、まあ、ロビーナはまあもうチェーンで隠されちゃうからこれ無効にできないんだけど、イーグルンは無効にできるんですよ。だから上級サーチができなくはなるから、だからまあスビッキしてなければいけんですよねこれ。いやこれディグニティ多分打つところこれさすがにイーグルンじゃね。うわきめえ、会長グライフだと。メインフェーズ2に一応あれだ、あーオッケーいいよ。でここで、ウォークライディグニティをぶち込んでいくしかないか。ウォークライディグニティをぶち込んで一応上級モンスターがサーチできないよという状態にしていく。これでいやすびかれてたらもう無理だけどね、すびかれてたらもう無理普通に。どうする、イグルの方が向こうになるよ。あーでも旅自宅も別にいいや、旅自宅結局向こうになることは変わんない。除外するのはいいけど無効になることは変わらないから別にそんなに関係はない。いやでもきついな、なんかあの鳥うざいな、あの鳥、グライフ会長グライフとかいう鳥めちゃうざいな。だから特化いいや、キョッ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 
で、当館効果、除外されているモンスターを、回収しながら召喚権増やして出せる。で出てくるのは、会長か、これはこれ何破壊されるんだろうな。ミディアム破壊か、あ違えわ、上級か。あーそっと、あ持ってるか、いややるな、持ってるか、なるほどな。いやでもこれ活気もほぼ意味ないからな。でも打点が同じだなこれ戦闘で突破できるぞ、一応戦闘で突破できる。 OK 了解で、こっからだな、難しいのは。あとあのクソ取りがあるから、あのクソ取りをなんとかしないといけないんだよな。クソ取り使わせて、マジでクソ取り使ってくんねえか、これクソ取り使ってくれ、クソ取りの方が使ってくれ、これ頼む。いや使われねえか、なるほど。デッキから得点のカードを手前に変えていく。これはフォティア持ってきて、でフォティア出して、でいや一回これバトルじゃね、一無効あるんですよね。ちなみにこれもうこれで結構一無効でもうきついですけど、結構じゃあロックローブウォーカーの効果発動するぜ。ウォークライモンスターが戦闘で破壊される場合、このカードを代わりに墓地に送ることができる。そして、フォティアの効果を発動、フォティアの効果によって、お、どうする、これ無効にできるぞ一応。オッケー、これは一応通してくれるらしい。これによってウォークライモンスター1体を手札に加えることもできるし、ウォークライマジックトラップカードを一番手札に加えることもできる。で2900になったから普通に殴れる。よしよし、上からいける、来た上からマリコ来た、上からバシーロス来た、上からマリコ並んで、上からバシーロス来た。で効果一応発動する、あんま意味ねえこれ。いやでも打点が上がるのはいいことだな。え、これってかディグニティセットできるから、これディグニティでも持ってくる必要なかったの、これ上級モンスターでよかった、これ間違えちゃった、まあいいや。これディグニティである人いいっすよ、なかった。ここセットで、サモンリミッター引けてんの強くね、これあれ、これいけたんじゃね、これサモンリミッターあったらもう相手展開止まるんじゃね、もう絶対上級出ないでしょ。アドバンス超過の素材ないもん。え、これ勝ったのでは、マジでこれまくったのでは、まくったっていうか、まあ、俺が先行か。いやこれ巨神長結構きつかったですけど、なんか相手なんか妨害何も吐かずに死んでたんで、なんか分かんないんですけど、なんか意外と耐えてる気がしますねこれ。さあ謎の地図の効果、まあ、謎の地図はいいわ。
謎の地図の効果によって、鳥を除外して取り出す。いや今日のこれ夕食は焼き鳥だな。今日の夕食はこれバシレオス先生焼き鳥に決まりました。はい、メニューは焼き鳥です。焼き鳥と鶏の丸焼きと、ケンタッキーフライドチキンと、唐揚げですね。はい、で、はい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 、特感ね。いいよ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 、全然いいよ全然いいよ全然いいよ、展開しな、いっぱい展開しな。で、特感回収して、で、ロビーナの方から追加召喚ができるため、こっから、まあ、モンスターがいっぱい出てきて、はいはい、で、特感召喚時効果発動、除外ゾーンからモンスターを回収するという効果、これここここ来た、止まっていただけたようですね。これでもうあなたは召喚、特殊召喚が、反転召喚ができません。このターン1ターンに2回まででお願いします。来た。ちなみにあのセットカード多分夢の街なんですけど、夢の街はメインフェル中にしか売ってないんですけど、メインフェル中にモンスターの方が発動できません。ミディアムがあるんで。完封試合できた、この最強盤面。夢の街完封します。あれメインフェーズしか活動できないですもんね。だからモンスターのね、モンスターをそのなんだの効果を発動して、効果を発動して召喚してくるっていうテーマじゃないですか、フワンダリーズっていうデッキはね。つまり何が言いたいかっていうと、ミディアム貼っといたらもう無理なんですよ、相手メインフェーズ1に展開するのは。これはフワンダリーズとの格付けは済んだようだな。ウォーぐらいの方が強いってことでいいな。草なんだけど、草なんだが、ここで特殊召喚するのはもちろんウォーくらいメテオラゴンだぜ。メテオラゴンは攻撃する場合、そのモンスターと元々のカード名が同じモンスターの効果を無効化することができるぜ。行け、ウォーくらいメテオラゴンの効果。相手モンスターの戦闘からの攻撃宣言時、相手モンスターおよびその相手モンスターと元々のカード名が同じモンスターは効果無効される。これ映像でよかったよな、この効果。これ発動する効果だとさ、普通に無効にされるからさ、これ映像でよかったよな。デッキからカードを1枚手札に加えることができる。ここでもちろんウォークライガトスを手札に加えていくぜ。そしてウォークライメテオラゴンの効果、もうこのモンスターは一度のバトルフェーズ中に2回までモンスターに攻撃することができる。なぜモンスター限定にした。なぜモンスター限定にした。バカタレコナミが。そしてバシロスの効果により打点がアップする。うおープルル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 なるほどな。ミディアム、これもまあ言うて、展開通ったら強いぞ、普通に。ミディアムの効果から入って、ミディアム無効にされるよりも、一枚ドローしようかな。一枚ドローして、最強カード来たぜ。まあ、あんま被ってんけど。ウォークライミディアムを発動。ウォークライミディアムの効果により、ウォークライカードをデッキからセットすることができる。これは、ディグニティだな。そしてザ・ロック・オブ・オークライを発動。ザ・ロック・オブ・オークライの効果によりデッキから特定のカードを1枚を手札に加えることができる。ウォークライ・バシリオス。そして史上最強のカードを発動、増援。これによってウォークライ下級モンスターを手札に加えることもできれば、もちろんバーバリアン0号を手札に加えることもできる。行けバーバリアン0号召喚。意味わかんなくて草なんだけどこれ。いやバーバリアン0号からバシレオス展開してるのゴミすぎるだろこれ。オッケー、これで相手はメインフェーズ1の間、モンスターフィールドのモンスターの効果を発動することはできない。ごめんて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 、表結界ダニー衝撃かい。ちょごめんて、悪かったってキモいことしてごめん。いやでも一応バッチリオス君はなんと攻撃力は2700万、これもらだと
貴様、翡翠デッキ、なかなか珍しいデッキを使ってるじゃないか。翡翠のトレモラを墓地へ送って発動か。なるほど。何ガーディアンスライム、やばい、それやばい。あ、これやばいぞ。え、ゴッドスライム、まずい。ちょっと、こっからのサーチはかなりやばい。やべえ、お前テラテクテキス読めるのか。読めるタイプの人間だった。11900、まずいぞ。バシリアス、バシリアス逃げろ、バシリアス。うわ、バシリアス。